いや、あれっすね。いや、一夜物語といえばね、語り手の有名なね、あのね、シューラーゾーク。シューラーさん、そうそうそう。ああ。ね。はい、どうも、こちらのコチャです。ヤドです。いくらでーす。ガメラです。はい、今日集まってもらったのは、おい、お金もありません。このメンバーで、イラストレントキーしたいと思います。イエーイ。クイズ中に伊沢さんにバレずにどれだけクイズができるのかという何え、これが偽企画として魔王というね、企画を福原さん MC でやってもらう。これ僕がやります。僕と伊沢さんと川村さんとこうちゃん4人で、普通にクイズします。はい。で、クイズ中に僕があれなんだっけみたいな感じでクイズを出します。なるほど。なので、それを皆さんで答えていただきたいと思います。なんだっけっていうのがクイズなんだよね。なるほど。あ、ってことは、あれ、そういえば今総理大臣誰だっけみたいなことを言うってこと。そうです。おいしいぞって言ってくれれば正解になります。一番早かった人だけが正解です。そうです。一番早かった一人だけ正解で、これは、はい、僕も参加しますから。はい、そうです。僕もね、知らないまさかの画面外から参加してるすげえな。すぐ、あれ、しんぞって言うから。なるほど。魔王の問題は山本さん知ってる。僕は知ってます。知ってる。僕はもう全部。なるほど。じゃあ、この問題だったらこういう会話で出せるなっていうのを作ってるはず。なるほど。そうです。まあ、ちょっとね、無理やりなところもあるんですけど、あ、そこでちょっとね、ドキリ気づけたらいいなみたいな感じで。そうね。これね、もう伊沢も参加者ですからね。そうです。はい。なんだっけって言って、伊沢が「安倍晋三ね」って言うのが一番早かったら伊沢に一番痛い。いやいやいや、ルール知らないのに。はい、それでは本番取っていきまっしょう。はい、僕の現象のザです。コージャです。カムラです。山本です。司会のフクラです。よろしくお願いします。勝手にね。今回の企画は、あ、魔に関する知識ナンバーワン決定戦、魔王。いや、新富士魔王あ、これが今回は魔に関するクイズを出題します。魔、はい、魔に関する知識が、応答クイズが7問ございます。はいはい、1問正解で1魔を獲得できます。1魔って何？はい、5等はマイナス1魔。全問終了時に最も魔を持っていた人が優勝、魔王になれます。なるほど。それではいきます。問題。恋人と結婚するために悪魔に魂を。タラトゥストラ各語りき。ああ続き読みます。はい、悪魔に魂を売るマックス。おまだの処置正解。そもそもストーリーが違った。ただただおい、魔が出てくることしか考えてない。サラテストラ各語り品、魔が出てくる。右人ベルサが出てくる。あー、手だね。確かにね。ファウストじゃなくて、確かにそれファウストじゃん。あめっちゃ MP 吸い取られてる。ウェーダーっていうのはね、あれですからね、いとこがモーツァルトのお嫁さんですからね。あ、そうだ。ジョセフィーヌ。いや、そうですね。ジョセフィーヌだっけ。いや、違う。いや、ジョセフィーヌだから、ジョセフィーヌはトルストイか。ナポレオン。ナポレオンか。ナポレオン。ジョセフィーヌ。なんだっけ名前。いや、いかん。モーツァルト。モーツァルトの悪妻みたいな。コンスタンツ。あ、そう。コンスタンツ。あ、コンスタンツ。コンスタンツか。そうそう。ピアソブラですね。あ、いとこなんだ。こうちゃんが1ポイント獲得です。俺、本当って言ったよ。ああ。ナイス指摘。それではいきます。ま、実写版ではウィル・スミスが演じたディズニー作。ウィル・スミスなんだっけ。アラジン。ジーニー。正解。演じてるからね。惜しいね。演じたよね。惜しかった。わかったと思ったら、そうなった。いや、あれっすね。いや、一夜物語といえばね、語り手の有名なね、あのね、シューラーさん、ね、シューラーさん、そうでしょ。あーね、そうですね、もともとは。え、だからなんだよ。だからそっちの方が話広がるかなと思って。急に急に足すよ。あー、でも、そう、OK は、淡白になりがちだから。確かに。リムスキー・コルサコフぐらいじゃない。リムスキー・コルサコフ、シューラーザード。あー、そうね、そうね。広げる気ね。広げる気ね。作品ね、作品ね。問題。大きな災いが起こりやすい時刻。大魔が解き。正解。いやー、いい問題をされて昇天してしまって。地位毛量が出やすい時間帯なんてね、言いますからね。大魔が解き、企業、企業がね、全部の武士は企業であることでね。正解です。正解です。あっちが正解決めんだよ。
手数分解してくくったろこうやってこう格好書きでねこう書いてるよね。問題28マジックナンバーじゃーん。あーえあそうか魔の捉え方広いやあの魔法数ね。日本語でね、魔法数かしね。別解、今、別解を答えられた。魔法数って言えばいいから。しまった、しまった。あれですか、キッパーとメイヤーが、とイェンゼンがね、ノーベル賞取ったやつね。魔法数ね。最近覚えたのな、キッパーとメイヤーとイェンゼン。キッパーとメイヤーとイェンゼンにこだわり。最近覚えたのよ。これ全然カットいいんだけど。ノーベル賞とイグノーベル賞取った人誰だっけ。アンドレガイム。アンドレガイム。アンドレガイム。カエル浮かせなんだよ。カエルの時代。俺もあれイグノーベル賞2回取った人そんな人いる。いや、ふえーん。ちょっと飛んでる。この科学賞2回はノーベル3回。ザバ。3が。ウツギが。バリ。早い。先打ってる。フォーリング。あ、平和と生理学が平和と科学。平和と科学。科学がそうだね。平和と科学賞がポーリング。はい。1950年。キリ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 。そうですね。キリキリ。そうね。はい。パリキュリー。正解。キュリー。二回取ってるんで4人しかいないからね。あれは？のイグノーベル賞をあの欠席した人。今日。あ違うあの結構多い。だからロイグラム。ロイグラム。今日頭おかしいのだから。何なんだ。日本だこい。ここは何のところよ。まだでしょ。まあね。まあまあまあ。ちょっと間がさしてそう。うまいですね。問題。七本指の自画像などで知られるロシア出身の画家で、その豊かな色彩の画風から色彩の魔術師とよ。シャガール。シャガール。まあをずっと探してたよ。ゴールドパリの画家ですからね。そうですかね。日本人もいましたからね。鶴春、藤田、レオナーなんでそうお客に。レオナーが邪魔してる。藤田、藤田後ろに来るから。確かにね。そうかもしれないね。問題。共に実写映画化されたパタリロや飛んで、だから、5、4、3、峰真央先生。マヤミネオさん。あ、そう。正解。ごちゃごちゃになってる。どういうことなんだ。頭の中で並べ替えクイズ。はい、ということでこれでねまた伊沢さんがマイナス1ポイント。マイナス1マね。マイナス1マね。埼玉問題ですから任せてくださいよ。さすがね、反応の吉明。反応の吉明ですから。唯一の村ね、近くにありますからね。吉住村。正解ですね。クイズ出してる。いや今は俺の方が早かった。もう今はこれできそうっていうから。なんで戦う。いや今のは俺が勝ち。まあ持ってるからいいんでしょ。確かに確かに。そっちで戦え。埼玉県にはね、埼玉県にだけ県の長がいますからね。お知らせさ。うん。ああ、大和しじみだ。あ、惜しい。紫しじみ。あ、惜しい。瑠璃しじみ。惜しい。え、大和しじみじゃないの。わあ、違います。紅しじみ。違います。いや、俺これ知ってる。知ってることだけ知ってるよ。正解は、緑指示。あー、惜しい。惜しいね、惜しい惜しい。ちなみにね、マヤミネオさんは別に埼玉出身じゃないですからね。新潟出身ですから。どういう思いでね、作ったんだ。本当に。はい、それでは、最終問題です。おい、おい、これは得点は、これ魔が増幅する可能性がある。得点は1までいきました。いいぞ。問題。オペラ、マノン・レスコーのヒロインなどに代表される男性。うわぁ、くそ。ハムバタール。正解。よっしゃー。いやー、谷崎潤一郎のって言われたのかなと。知人の愛のね、ナオミさんのね。なんで全部クイズなの。え、今のも俺分かった。いや、今の伊沢さんの話。うわぁ。まあ別にじゃあ俺の方が近いから答えやすいんだよ。確かに。確かにそれはある。自分でポイント稼ぐのやめ。今日のあなたは破滅よ。こうちゃんが2万。河村さんが0万。レーマ強そう。冷蔵庫マグネットのことや。そして伊沢さんが0万。はい。そして山本さんが2万ということで、魔王の優勝者はこうちゃんと山本さんと。おっと、おっと。伊沢さんはなんか
気づいたことあります？ある。はい、ある。俺の発言すげえスルーされる。それはね、いつもの、いつもの。それはね、あの、ね、外から見たらそうなんだけど、俺からしたら今日多かったよ。ということで、今回収録中にもう一つのクイズ企画が動いてました。クイズ王にバレずにクイズ番組っていうのが二席、はい、あの本企画で流れてます。本企画、はい、本企画は、僕が2ポイント、はい、で、こうちゃんが2ポイント、はい、で、河村が1ポイント。で、伊沢が7ポイント。伊沢優勝。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それでは、また次の動画を見てくださいね。正直この企画聞いた時にさすがに勝てなかった。だって俺ら張ってるんだから、答えのスピードが異常の速い。めっちゃ速かった。おかしい、問題が難かったってのある。まあでも、私が勝ったからもう終わったですけど。はい、ということで今日はね、魔王やってきましたけど、やってきました。皆さんの中にね、魔が充填されたかと思います。いや、魔王の締めじゃないよ。魔王じゃないですよ。はい、ということで今日はね、魔王と見せかけて、タイトルもわからない企画を、俺はタイトルもまだ知らない。伊沢にバレずにクイズできるのか、伊沢にバレずにクイズできるのかやってきましたけどね、まあ、バレなかったということで、バレなかったですね。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、サブスクライブ、絶対に消すな。失礼しました。